すくここを通れると思うな。外の侍たちはもう全員殺されてる頃だろうがよ。あとは光月おでんの息子が死ねばこの戦いは終わりだ。そしてワノ国は海賊の帝国新鬼ヶ島に変わる。本気でそう思ってるなら読みが甘えな。黙れ小鳥野郎。そう、無敵かよ。なんだこいつの能力。お前らは今新時代を相手にしてんだよ。新時代も何もかも百獣海賊団のものなんだよ。どんと構えてよ。うわっ、急に飛ばすか。